皆さんこんにちは。今日はうちで採れたピーマンと今ナスビがあるんですけど、それとこのホール缶一缶で簡単レンジの料理を作っていきたいと思います。2品作りたいと思います。はい、そしたらですね、今日は電子レンジで作るスコップロールキャベツっていうのを作るんですけど、豚ひき肉200g ですね。そしてパン粉が 20g なんですけど、まずボウルにパン粉 20g をね入れて 50cc の牛乳を浸します。はい、そこにさっきですね 200g 測ってたんですけど、200g のひき肉をね入れていきます。そして塩コショウ、はい、そしてみじん切りにした玉ねぎですね、これ4分の1入れます。でざく切りにした4分の1のキャベツですね。はい、まあ、これは用意しておきますね。はい、そしてこねていきます。はい、このようにしっかりね粘りが出るまで混ぜておいたら、ちょっと置いておきますね。でソース作ります。トマト缶の半分で200入れていきますね。そこに、はい、いきます。粉チーズを大さじ1、ちょっと固まっちゃってるんで、はい、粉チーズ大さじ1で塩コショウ少々で、コンソメ、うちは袋ので大さじ1です。そしてニンニクが大さじ1、はい、これでソースを完成ですね。はい、そうしましたら、うちはちょっと大きい耐熱皿がないので2つに分けていきたいと思います。で先ほどよくね混ぜたソースですね、こちらがトマトソース。じゃあ耐熱皿にですね、大きいご家庭でもしこのぐらい大きなのあったら、それにいっぺんに本当はやりたいんですけど、うちにはないので、キャベツ4分の1の、私はじゃあちょっとこのぐらいにしておきますね。まずキャベツを下に引きます。そして先ほどのお肉を、私はこれちょっと2つに分けて作りますので、キャベツの上に引いていきます。はい、こんな感じですね。でそしたらその上に先ほどのトマトのソースですね、これを半分、私は半分、皆さんはいっぺんにね大きな器があったら半分入れていただければいいと思いますけれども、はい、そしてとろけるチーズは 50g なんですけど、ここは私は半分にしておきます。はい、そしてまたさらにキャベツを引いて、もうこれ手でちぎってもいいですから、キャベツは。でそこでまたトマトソースをですね最後にかけて、電子レンジでラップをして、だいたい10分ぐらいですね、様子見てください。
こんな感じでこれをラップして、600ワットでだいたい10分から15分でお願いします。ひき肉豚なんでね、気をつけてください。はい、今ね、お肉の方をやって電子レンジ温めてる間に2品目ですね、残ってるんで、まだ半分ね、トマト缶が。これで今度鮭と玉ねぎとピーマンのレンジ煮込みをね、トマト煮込みを作っていきます。ちょっと小ぶりなんで、大きい鮭だったら2切れでいいです。これをね、半分に切っていきます。そして玉ねぎは、半分、これ薄切りにしますね。でピーマンは細切りにしていきます。2つです。はいはい。そしたらさっきの残りの缶詰ですね、ピーマンもこうやって細切りにして、玉ねぎも薄切りにして、鮭は2分の1に切ったもの、用意していただいたら、トマト缶半分、ソース作りしますね。超簡単です。はい、トマト缶とニンニク、ニンニクお好みで、ごめんなさい、塩コショウお好みで、そしてニンニクが大さじ1、まあ、2センチぐらいです。私はこのぐらいも適当に入れます。はい、そしたらローリエね、なかったら入れなくてもいいです。うちちょっとあるので入れますけど、最後にで、よく混ぜて耐熱容器にですね、まず私これ耐熱のボウルなんですけど、玉ねぎをね、引いていきます。下に玉ねぎ引いていきます。そしてピーマンですね、ピーマン上に並べていきます。はい、こんな感じ、玉ねぎ、ピーマン。はい、次鮭、はい、これですね。でこの上に今作ったこのソース、トマトソースをバーってかけるんですよ。かけました。ちゃんと後でやりますけどね。すいません。今ガサツな感じで。はい。そしてローリエ1枚。あればですよ。ない人は使わなくていいです。ローリエ1枚。このように乗せていただいて、あとは落とし蓋。これちょっと電子レンジでも使えるクッキングペーパーなんですけど、これを、電子レンジも大丈夫なやつ、クッキングシートでもいいですね。こんな感じで上に乗せてもらって、600ワットで6分で、これも電子レンジで、これ終了です。はい、先ほどのこちらですね、キャベツのスコップできました。そしたらこれをね、今度入れていきます。はい、こちらも鮭の方ですね、こちらも完成したので、このローリエを取ってね、盛り付けしていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、飲んだくれ姫りんごです。今日はね、作りましたよ。はい、真面目に。でトマト缶1缶でね、電子レンジで作れる料理を2品作りましたので、ぜひね、見ていただけたらと思います。まずはね、いつものように乾杯したいと思います。あ、冷たい。はい、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 それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。一緒に飲みましょう。乾杯。あー、うまい、うまい。
早速ね見ていただきたいと思います。じゃじゃじゃん、もうね見てください。昨日はカップラーメンのお昼が、今日はね電子レンジで2品作りましたよ。これがね名前忘れちゃった、ほんとね、なんだっけ、これレンジでねできるスコップロールキャベツっていうやつなんですけど、ちょっとね簡単そうだったので作りました。あとこれがね、これも電子レンジできる鮭とねピーマンと玉ねぎのトマト煮込みかな。はい、でこれはちょっと今爪楊枝刺さってるんですけれどもね、これうちで採れたナスなんですけど、縦半分に切って横半分に切って厚揚げ挟んだものなんですよ。で砂糖とみりんと醤油とお酢で煮絡めたものです。ちょっとねこれめんどくさかったですけど作りましたよ。ちょっと楊枝外すとね取れちゃうんで、一応片栗粉はまぶして焼いてるんですけどね。そしてねちょっとこれに余ったねひき肉をね、またほらうちで採れたピーマン、もう赤ピーマンになっちゃってましたよ、ほっといたら。でナスとね、でひき肉と味噌炒めにしまして、でこれはネギとしらすの厚焼き卵で、これはね大根の漬物でございます。これでね早速ちょっとごめんなさい、なんかいつもねこう、あすいません、あいましたね、あごめんなさい、うちのワンちゃんチェックです、すいませんごめんなさい。はい、そう、いこちゃんしててね。はい、早速ねいただいていきたいと思います。って料理が映ってないかも全然。はいはい、こんな感じです。では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 、はい、ではではではと机も引きずって、はい、ではではこんな感じでねいきたいと思います。はい、ちょっとあれかな、はい、早速ねちょっとこれ熱いんだよね、このスコップロールキャベツ、ハースプーンのが良かったかもしれないんですね。ちょっと待って、何も考えずに箸で持ってきちゃう、こんな感じです。一応ミルフィーユみたいにはなってるんですけどね。いただきます。あ、おいしい、これ私好きな味だ、わかりますかね、このお肉が。でチーズ、粉チーズの味と塩コショウとあとニンニク入っているので、すっごい味がしっかりしてます。簡単ですので皆さんやってください。おいしい、これやばい。私基本的にトマト好きなので、超ね簡単。では鮭をいってみたいと思いますね。うん、あーちゃんと火通ってますね。うん、おいしい。うん、これを皮ごとペロッと食べれる。うん、どうしてもねトマト缶400っていうのはちょっと何て言うんだろう、余っちゃうことあるんですよ、一缶ね使うと。なので今日はいっぺんに2品作れたので良かったです、本当に。うん、あーうまいのなんのって。ではでは、これをねどんな味がするか、これナスの厚揚げのハサミ揚げですね、ハサミ揚げじゃない、ハサミ焼きです。うん、おいしい。うん、蒸し焼きおいしい。うん、このタレがいい。砂糖1/2、あと酢とお醤油とみりんは大さじ1で。うん、ちょっとねお子さんいる人は気をつけてほしいですけどね、それでこうやってパクパク食べれるけど、
いやもうナスがね、こうですもん。食べないと、でいつも同じようにね食べてると飽きるじゃないですか。だからね、いろんなこと考えてやってんですけど、うん、あ、おいしい。うん、これ生姜いっぱい入れたんで、味噌と生姜とみりんと酒と砂糖と、うん、あ、豆板醤ね、はい、あ、おいしい。トマト缶はあの安い時に88円とかの時に買って、で、ひき肉、今日豚のひき肉は 350g で、ね、167円だったんですよ。すごい安くて。で、これもう一つ作ってあるんですけど、これに 200g 使って、こっちにあとの100、あ、余りか、ひき肉使ってます。うん。おいしい。もう安い、助かる。で、鮭も、これ3切れ。小ぶりだったんですけど250円だったんですよ。もうすごいね。これでひき肉だけでね、これ2品できちゃうし、まあ、うちはねピーマンとナスがすごい取れるんで、もうほんと全然おかげさまでもう浮きまくりですね。でしらすもね、こっちの方安いんですよね。1パック98円なんです。だからね、ちょっとしらすとあとネギいっぱいね刻んで冷蔵庫入ってるんでね、ちょっと片付けちゃおうと思っていっぱい入れました。うん、明日お弁当ないんですけど、なんかね、うん、食べる食べる。ちゃんと今日はね、お昼食べたんでね、私のお昼は早いんですわ。お腹すくん。あー、もうそうそう、ビールもあれなんですけどね、ちょっとこうある人からおすすめされて、もう知ってたんですよ、これがあるってことは。昔から、もうこのすだち焼酎ね、ねえ美味しいから飲んでみたらって言われたんですけど、探し回ったら20度しかなかったんですよね。25度が売ってなくて、だからちょっと今日飲んでみようと思ってね。そう、もう開けちゃいますけど、あー、すごい香りがすだちだ。本当に私ほら芋派なんで、ちょっとまずすいません、ロックでやってみます。あ、美味しい。あ、でも20度だからね、やっぱさすが徳島県のお酒ですね。うん、農林水産大臣受賞、すごい。阿波の香り、徳島県といえば阿波踊りですもんね。なるほど、美味しい、よかった。でもね、これ25度飲みたい。なんかね、シリーズがあるらしいですけどね、いろんな種類が。うん、美味しい。はい、ということで今日はこれでね、あ、これちょっと、これちょっと美味しいわ。ずーっと知ってたのに買わなかったですけどね。うん、はい、ということで、はい、今日もご視聴どうもありがとうございます。今日は簡単に、トマト缶1缶で2品、鮭の、トマトソース煮込みかな、はい、あとこれと、これもうね見ないと分かんない、スコップロールケーキ、あ、スコップロールキャベツをご紹介でございました。簡単なのでぜひ皆さんお試しいただければと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。またぜひね、このチャンネル気に入っていただけた方は、はい、コメントいつもありがとうございます。あとグッドボタン、チャンネル登録いただけたら本当に励みになりますので、はい、これからもよろしくお願いします。もうね、酔っ払ってきた、ロックなんで。はい、では、飲んだくれひめりんごでした。またお会いしましょう。失礼します。